日本原電東海第二原発動かすな、絶対に再稼働させない 11.27 廃炉で集会を始めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。私申し遅れました。止めよう東海第二原発首都圏連絡会の松代中平と申します。今日の司会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速始めてまいります。主催者の挨拶として、止めよう東海第二原発天野圭一さんの方からご挨拶をいただきます。天野さん、よろしくお願い申し上げます。体調崩しっぱなしですので、座ったままで話させていただきます。すみません。あまり時間ありませんので、とりあえず、今、岸田政権になるものが、公明自民連合の政権がスタートしているわけですが、この政権の性格がですね、安倍、あるいは菅政権の継承政権であることの性格がものすごく日々明らかになってきていると思います。この何とか安倍政権の経緯に成長形態が強いわけですが、でこのことは安倍がいわゆる積み残しで残していった敵基地攻撃能力を持つミサイルみたいな攻撃の話が具体化的にもう一回出てきたりすることにも象徴されてますし、対 GNP 比、軍事費について対 GNP 比 2% というとんでもない金額の軍事予算が含まれる話が飛んでいます。ですから 1% の枠組みを超えるか超えないかでいろんな方向があった時代が、割とお年の方はみんな覚えていると思いますが、その倍の軍事予算が今全部されているということです。それからいわゆる米軍への思いやり予算もう500億円という、おそらく史上最大の軍事予算を出すことが具体的に検討される話がメディアなんかで報道されるようになっています。で、基本的にこの政権はですから当然自身が大量に当選したということもあってですね、球場改憲を具体的に目指す軍拡政権としての性格がより鮮明になってきていると思います。でこの片方軍拡政権であると同時に、もう一つはその原発の関係で言いますと、エネルギー基本計画についてもこれ突然に新規に突き直されたわけですが、原発である比率 20% ベースロード電源として続けるというスタイルになってますから、簡単に言えば再稼働できるか、原発は全部再稼働する、それでも賄いきれないくらいの電気原子力エネルギーを使うということで公言している政権なわけですね。それに核燃料サイクルも破綻が誰が見ても明らかな核燃料サイクルについてもこれは諦めないやるというような話も続いています。で小型原発を原子炉を作って、原子炉の新しい原発の製造みたいな話も出ています。で、全体としてものすごく、軍事予算拡大の軍拡内閣であると同時に、原発推進内閣であることは非常に性格がはっきりしていると思います。で、彼は新しい資本主義ということを売りにして、今の3人言ってるわけですが、完全に命よりは目の前の金という、古くからある資本主義原則を全面的に完成させようとしている内閣であることは間違いないと思います。でこういうとんでもない内閣と正面から対峙して運動を進めていかなければいけない状況下にあるということを一応前提的に確認しておきたいと思います。それとそれでも一応3月18日の水戸地裁の判決がありました。東海大についてはですね、でこれは一応避難問題を軸に人格権侵害の恐れありで
とにかく対価を取っているという非常に意味のある判決が出ています。この判決を踏まえて今日の集会も準備されているわけですが、で私たちはとにかくこの全面的な再稼働、原発再稼働内閣を推進しようとしている再稼働政策に、とりあえず東海第二原発のこの判決の却下戦いで、再構築準備を今進めていって、今日の集会のそのための運動方針を具体的に討論できるような討論時間を落とすという形で準備されています。で、どういう運動をやるかということも含めてですが、もちろんもう一つは、東京高裁に場所が、裁判の場所を移ります。ですから高裁の運動闘争を支援する体制をどう作るかということも大きなテーマとしてこの集会を準備してきています。で、首都圏全体が被爆する可能性のある事故から大きな事故から被爆する可能性のある首都圏の原発として位置づけ、その問題を広く、その問題の持つ重要さを広く共有するために、裁判支援という論理を軸にして問題を広げていくような運動を何とか作り出したいということで今日の集会も準備されています。とにかく絶対に再稼働させないというスローガンですが、とにかく大衆運動で、裁判も含めた大衆運動で原発再稼働を止めるということを何とか実現したいという思いでこの集会を準備していることだけをお伝えして、話を進めさせていただきたいと思います。以上です。天野さん、ありがとうございます。今の天野さんのお話にありましたように、今年の3月の18日水戸地裁は実効性のある避難計画がないということで差し止め、東海第二原発の差し止めを命じました。で、そのお話を今日ですね、東海第二原発運転差し止め訴訟弁護団の海渡雄一さんがお見えです。海渡さんから水戸判決についての詳しいお話をこれからご講演いただくということになっております。皆さんのお手元に海渡さんがお作りになりました東海第二原発再稼働差し止め訴訟の水戸地裁2021年3月18日判決は、なぜ原告勝訴の判断を導いたのかという印刷物がお手元にあるかと思います。これもご活用いただきながら海渡先生のご講演を伺っていきたいと思います。海渡先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。なんか この場で講演するのはちょっと久しぶりですね。コロナ禍があってなかなかリアルの集会ができなくて、なんかズームでパソコンの前に座って講演するのは山のようにやってたんですけれども、ついこの間僕実は島根に行って島根原発の再稼働をどう差し止めるかっていう、これもリアルでやって、なんかホテルの大広間みたいなところにですね300人ぐらい集まってましたけどね、これもすごい衝撃的でしたけれども、広かったので全然密にはなってませんでしたけれども、ようやくコロナも少し収まってきて、こういうようにして懐かしい顔の皆さんとお話ができるということを自身とても嬉しく思います。今日は破格の30分の時間をいただいておりますので思いの丈を話してみたいと思います。最初に話す前に忘れちゃうと思うんで、もう一つ僕やってる事件ですごく重要な東電の刑事裁判と株主代表訴訟、株主代表訴訟の最終弁論は11月30日です。それから東電の刑事裁判の方は、この間11月2日に第1回があったんですが、来年の2月9日が第2回で、ここで裁判官が検証まで行くかどうかということの判断が示されます。どちらもすごく重要な事件だと思うので、今日は全然その話できませんけれども、よかったらちょっとメモしといて、
長崎銀行かな、まあ、なかなか傍聴券はすごい倍率になるとは思うんですけれども、法廷の周りを取り囲むような行動も予定されていると思うので、よろしくお願いいたします。最初にですね、やっぱり僕原発の訴訟差し止めの事件も損害賠償もそうですけれども、福島原発事故でどんな被害が生じたかということを裁判官にきちんと認識させる、それが非常にポイントだと思います。まあ、その時に使ったパワーポイントを最初にお見せします。こんな感じですね。爆発の網、そしてもう、吉田調書の中のこれハイライトですけれども、ここだけは一番重いなってございます。何もできない、こんな進路が重くなってしまう。よく我々のイメージは東日本を壊滅でしたとか、こういうことを言っていた、まあ、こういう事態があったんだということを裁判所に認識させる。で、その全面撤退を許さないというふうに考えてきているところですね。日本が作れるかもしれないときに撤退はありえない、会長社長も覚悟を決めてくれ、菅さんいろいろ批判されますけれども、僕はこの時に言ってこういうことを言った、これに対する反発心もあってですね、吉田さんは残ったというふうに言われてるんです。もうみんなも、全員撤退する計画だったように僕にも見えますけれども、70人まとめたく残ったという、まあ、そういうそうなってなかったらどんな恐ろしいことになっていたかというふうに思います。で、3月15日、放射性物質が大量放出されるわけですけれども、原発はわずか70名になっていた。この時のね、会見の動画が一生懸命探されるとすぐ見つかりますけれども、お通夜みたいな会見ですよ。これ自分たちはもう原発の管理できなくなりましたと、で、対策本部に福島第二に移しましたという会見やってるんですよ。全面撤退というのは誤報だったということで、朝日新聞のものすごいバッシング受けましたけれども、そうじゃない、現実的にそういうふうに質問したのを何とか少しだけでも残して、そしてそこにまた、70人になったものを少しずつ増やしていって、何とかやったというのが事実です。あとこれは消防団の人たちに本当に、免震重要棟にこもればいいのに、免震重要棟があることを彼ら教えられなかったんですからね。まあ、本当にひどい話だと思います。プロ好きなのかというね、実際のために人を教えた、こんな感じで。そして、まあ、この、もっとひどい実態があり得た、東京までその任意権区域に入る、まあ、実はだから東海第二で起こったらですね、もう完全に東京もこの一番不足時代シナリオだったら強制移転になるってことこれから分かりますよね。そして現実にこういうことなのが来ましたということで、まあ、福島原発事故のもたらした広範な被害というものを正確に認識させる。で、双葉病院で起こった悲劇、この双葉病院で起こった悲劇というのもちょっと今日は時間かけて話す時間がないんですけれども、放射能に阻まれてその避難救援のための自衛隊が近づけなかった。そして救援作業は途中で打ち切られてるんですよね。放射能の塊が襲ってくるようだったということで、もう引き上げなくてそのたくさんの患者さんが残ってるのに、まさに3月15日の朝ですけれども、東電の社員もその福島第二のほとんどがいなくなった、その時期に自衛隊も避難確保途中で打ち切って避難したってるんですよ。そういうことが起きていた、こんな状態ですね。バスの中、そして、いわきの体育館に、まあ、これは生きてる人も亡くなってる方もこれで並べられていたということです。もう一つ、まあ、これも今日詳しくは話ができませんが、浪江町の受け取る浜ですね、ここで起こった悲劇、これもまさに原発震災です。その津波で家が押しつぶされている中にたくさんの人が閉じ込められていた、助けてくれとかですね、どんどんと音を叩いたりするような声が夜の中に鴨を回った消防団員に聞こえていたわけですね。で、夜が明けたら助けに来るからなと言って皆さん回ったそうです。しかし翌朝の4時に、ここの地域は
原発から10キロ圏ですから、保全に避難になってしまいます。そして消防団員は避難作業の方に当たって誰も助けに来なかったですね。それを1ヶ月後に到達しているところです。子供の体温を見れるようにしております。これは清水社長以下がですね、浪江町からの避難民を前に土下座しているところですけれども、これもビデオが残っております。日本と原発という河合さんと一緒に作った中にこのシーンを入れてますけれども、受け子の浜で亡くなった人に謝れっていうふうに村民は叫んでるんですよね。まさにここの場でたくさんの人が亡くなったということです。本当に今日は省略ですけれども、要するに、原発の安全性が十分でなかったたくさんの被害をもたらしたということは、なりわい訴訟の控訴審判決や千葉の防災判決、この自宅と高松の事件も出ましたけれども、今最高裁に、国の責任、国家賠償責任があるかどうかを問う裁判が4件継続しています。原告側が勝ったのが3つ、負けているのが前橋から上がっている1件なんですね。これの判断も来年出るだろうと言われている、この損害国の国家賠償責任を明らかにする訴訟と福島第一、原発国訴団が告訴した刑事裁判と株主代表訴訟、これはほとんど争点が共通です。これらの事件がどういうふうな事件になるかということによって、今後の原発の行方というものも、考えるのではないかと思います。これはちょっと考えしますけれども、3.15、8つ原発を止めるという司法判断が出てます。8つも勝ってるんですよ。3.11まで勝ったのは2つですからね。それだけ、これもまだ何回も負けてるのありますけれども、とにかくでも、当日は少し上がってきてるということで、最初が樋口さんの判決の決定だった。それから、福岡高裁の宮崎支部の決定で、この事件負けてるんですけれども、火山灰では不合理だということを認定した。しかし、これを無視するのは社会通念だという、その両面があるという判決ですね。その後、2017年広島高裁で伊方原発は火砕流が到達しているから不適地だということで原告が負けた。また、2020年広島高裁、再び地震対策と火山灰の対策が不十分だ。これは火砕流じゃなくて火山灰のことですけれども、最初にお認めしています。で、社会通念論というのが非常に猛威を振っているということが言えると思います。ただ2020年、昨年になりますけれども、12月、ちょうど1年前ぐらいですね、大阪地裁で大井原発の許可を取り消すという、これ行政訴訟の判決が出ています。これもですね、非常に重要な判断をしていて、結論を簡単に言えば、基準地震動の想定、その計算式の、ばらつきを考慮しなければいけないのに、ちゃんと考慮してないというようなことを、元に果たしているんです。この経過を見てもらって分かるようにですね、この間、勝ってたものは、大体が、基準地震動か、火山の問題で原告が勝ってたんですが、この度ですね、水戸地裁で東海第二差し止めの判断、これは避難計画のことで、原告側が勝てる。だから、今まで僕ら勝ってたのは3つの論点で勝ってるというふうに言うと思います。首都圏は守られたという、そういう、なんていうんでしょうね、ドローンなんだって、ベローンなんて、なんで笑ってたって。こういうのを掲げているところです。この30キロ圏にですね、なんと人口が94万人いるんですね。さっき海側から東海大に映した写真が1番目にありましたけど、びっしり家が並んでますよね、東京からでね。実はこれ30キロ圏というのはあんまり意味がなくて、東京までの間にですね、きっと1000万人とかそういう人が住んでて、で、本当の大規模な、事故が起きたときには、その人たちで今逃げなければいけない、逃げられるわけないわけですけれども、そういうところに位置しているということ。
ことができると思います。で、この判決を書いてくれたのは前田栄子裁判長、3月18日でしたね。まあ、どんな人かなっていうふうになんか思うと思うけど、普通の裁判官ですね。なんかね、でも真面目でしたね。ものすごく真面目な、いい裁判官だと思いましたけど、自分たちはこういう難しい問題は素人なんで、一生懸命勉強しますと、だけどいろいろ質問するのに、マスメディアなんかも見てるところでなんか質問がしづらいので、まあ、言語がもちろん入っていいんだけれども、裁判官法壇から降りてきてね、法壇のところにパワーポイントを映すスクリーンを貼って、それを真向かいで見ながら、原告が被告側で説明する、まあ、なんて言うんでしょうね、説明要領に向かって質問できるような、これやると本当に実際に質問が出てきて、ね、気持ちが深まっていくんですよね。僕がやって、そうだった文通訴訟の時もどういうやり方したんですけれども、問いと答えを続けながら意識が深まっていくという、そういう、やり取りだったと思います。で、この行題だったら読んでみましょうね。東海大には 3.1 の影響を直接受けた原子力発電所の一つで、43年前に運転を開始した老朽化した原子炉で、多くの自治体が再稼働に反対の意向を示していると。で、裁判所はですね、原子力発電所の安全性を判断するときの、真相防護第1から第5のレベル、これ次のシートに出てきますけれども、いずれかに節約や不備があれば具体的な危険性がある。で、裁判所は真相防護の1層から4層については重大な欠陥は認められない。でも、ここの部分がですね、きっと何百ページ書いてるわけです。で、いろいろ疑問を呈してはいるんですよね。原告の言うところに1であるようにも思うけれども、差し止めを認めるまでに至らないみたいなことを延々と書いてます。それは、悩みながら、でも原告の主張、そこでは認められないけれども、まあ、最終的に、避難計画のところで認めるというふうにつながったんだと思います。で、原子力災害時の優先地域 PAZ UPZ に94万人の住民がいるにもかかわらず、実行可能な避難計画とそれを実行する体制が整っているとは到底言えず、この地域に住む原告からは人格権侵害の具体的な危険にさらされている。まあ、進めて言えばこういう論理で語っててくれたわけです。まあ、真相防護っていうのは、第一が異常発生そのものを防止する。第二は異常発生が拡大するのを防止する。第三が影響緩和ですね。シビアアクシデントへ発展することを何度も防止する。第二を除くレベルはシビアアクシデントが起こってしまった。その場合にその影響を緩和する。まあ、ベントなんかするですね。それから第五の防護レベル、放射性物質が大量に放出された場合の影響緩和。ここが避難の問題なんです。この四つの、5つのレベルというものは、独立して有効に機能していなければいけない。要するに、第2弾議論するときには第1弾ちゃんと機能しているかどうかということは度外視して、第2のレベルだけで大丈夫かどうかというのを判断していく。それから高段規定、ある防護レベルが安全確保対策にあって高段の防護レベルが控えていることは前提としてはいけないという、まあ、こういうことを言っています。これが、まさしく原子力発電所というのが非常に大きなリスクを持っていて不確実さがある、リスクの顕在化を着実に防ぐためにこういうことが必要なんだということが、もうこれは教科書的なことなんですね。原子力の安全の教科書的なことなんですが、判決の中で特に注目されるのはこんな部分で、ちょっと字がちっちゃくて読みにくいですけども、ここにちょっと読んでみますね。発電用原子炉の事故は高度な科学技術力を持って複数の対策を成功させ、かつこれを継続できなければ収束に向かわず、一つでも失敗すれば被害が拡大して最悪の場合には不滅的な事故につながりかねないという、他の科学技術の利用に伴う事故とは質的に異なる、特性があるからで、最新の科学的知見によっても発電所の運転期間内においていついかなる自然災害がどのような規模で発生するかを確実に予測することはできない。
いかなる事象が生じたとしても発電用原子炉施設から放射性物質が、環境に放出されない、そういう安全性を確保することは、困難なんだ、だからこそそういうことがあり得るから、その時の、避難計画などの安全性もきちんと確保されてなければいけない、こういう認識になっているんですね。で、簡単に言うとですね、発電用原子炉施設の内部にある多量の放射性物質を施設内に封じ込め、管理し続けることができなければ住民に被害をもたらすんだ。しかし高度な技術力をもってしても複数の対策を成功させ、かつこれを継続させる必要がある。ここら辺が正確に理解できているという感じがしますよね。でさらに原子炉の事故を引き起こすような自然災害、その他の事象がいつどの程度の規模で発生するかは、正確に予測できないんだと、科学の不確実性といったものも認定されていると思います。ということで、これはちょっと省略します、難しすぎるので、ちゃんと、お配りした資料の中に全部載ってますので、あとよく読んでください。で、深層防護の第1から第5の防護レベルの位置データが欠落したら周辺住民の生命信頼が害されるんだということです。今までですね、避難計画を争った裁判がたくさんあるんですけれども、避難計画は規制委員会が審査しない、これは地方自治体が立てることになっている。したがって、はっきり言うと、その事業者なんとかしようとしてできるものでもないし、だからそのこういう差し止めの時にですね、その判断から落としてしまう、そういうことがずっと続いてきてたんですね。で、今でも高裁でその日本原電の方が同じことを言ってますけれども、避難計画は我々が作れるわけじゃないんだと、自治体が作られるものなんだから、自分たちが動員にならないことで原発止められたらたまらないと、こういう論理なんだけど、でも裁判所はですね、そうは考えてなくて、現実に避難計画ができなければ、で動かしていれば事故を起こったときは住民は被害を受けるじゃないかと、被害を受けるんだったら止めるのは当然だっていう、これは、すごく面白い論争だと思いますけれども、非常にそこはすっきりとですね、そういうふうに言ってくれたということになります。一つですね、裁判所はこの原告適格、この問題に関する原告適格は UPZ の30キロ圏なんだというふうに判断していて、ですから原告になってた人の半分以上の人たちは、請求に認められていないんですね。その部分の人たちは今控訴して、自分たちにもこの、近畿利益が侵害される可能性があるじゃないかということを主張しています。この論争の中では高裁で僕らの方から攻めなければいけない論点になるわけですけれども、とりわけでやっぱり、現実の起きた福島原発事故より大きな事故もあり得るし、現実の福島事故の場合でも30キロ圏以外は、限られていない。一番わかりやすい例で言うと、今日入り口等で言ってましたけど、浪江町とか対馬とかですね、対馬のさらに先の、飯舘とか、飯舘なんか50キロ圏くらいまでものすごい被害を被ったわけですね。で、それよりさらに進んだ福島のにも、福島市ですね、あたりにも随分放射能が降ったわけですけれども、比較的、50キロ圏くらいのところで途切れているように見えるのは、そこに大きな山があったと。山を越え、その放射能が少し越えたんだけれども、越えにくかったというのがあって、東海第二の場合は何もないですよ、都市まで完全につながってたわけですよね。だから現実にその福島と同じような過酷事故が起きたら、きっと100キロ先でもですね、飯田区みたいなことになると思う、そういうことが現実に起きるんだというようなことも、裁判所は認識してくれたんじゃないかなと思います。だけどそこを原告的資格までは認められなかった。それから、避難が非常に困難であるということが具体的に認定されています。この認定ではですね、環境経済研究所の上岡直美先生、
僕はよく存じ上げている先生ですけど、交通学の専門家ですけれども、この彼の意見書というものが非常に重視されて認定されていると。で、現実に非常に大きな被爆を受けることになるというようなことが、言われています。もし本当にひどい状態になった時には、茨城県のもとより埼玉県の加藤市の全域が避難対象範囲になる、東京、神奈川の加藤市の全域についても危機移転が必要になるんじゃないか、こういう、認定がされています。で、現実に避難計画がちゃんと作られてない、まあ、このあたりのことは後で玉造さんがしか話してくださるんだと思いますけれども、まあ、今日のですね、この僕の作ったレジュメの中には、訴訟の中でですね、せっかくなんで11ページあたりのところにですね、原告本人尋問で、避難がいかに困難かということを原告の矢立さんとか花山さんとかが話した形というものが、載っています。まあ、こういうの立証を重ねてきた、まあ、もう一つというとですね、この裁判で僕らが勝てた大きな原因はやっぱり原告団主体、まあ、こっちの弁護団が一応でも署名を書いてきましたけれども、毎回原告の誰かが意見陳述をするということを、まあ、一生懸命やったんですね。それなかなか認めさせるのは大変でですね、最初の頃も今の前の前の、まあ、前ぐらいの裁判所の時は大喧嘩してですね、この発言認めないっていうのにいいいいいいと言われて、原告がみんな立ち上がっていいと言えるようなね、まあ、すさまじいパトロールをやったんです。でその結果毎回、ね、その意見陳述するという権利を確保して毎回10分意見陳述としてた。これはね、毎回準備するの大変でしたけれども、非常に、まあ、実に多彩な原告の皆さんが毎回ですね、まあ、実際に福島のこの地域に住んでいる人は福島から避難してる人だと思われるから、そういう話もしてもらうことができたし、勇気のある人たちの人たちで、まあ、やっぱり、まあ、少し離れたらいいけれども茨城でも被害を被ったとか、そういう話がですね、いろいろされて、それは僕は最終的な勝負の判断に僕はかなり直接的に影響しているんじゃないかなというふうに思います。ということで、何分までやっていいんでしたっけ、もう終わりかな、あと数分やってもいいですか。はい、大丈夫です。ちょっとここで、ね、島根原発のものが出てくるのは、さっき言ったように島根で講演したからなんだけども、これ実はね、皆さんこういうことで言うとちょっとショックを受けるかもしれないですけど、この判決で僕らは勝ってるけれども、この判決の効果で再稼働を止めることはできないんですね。この判決を最高裁まで渡って勝ち切らないと現実に止めることにはならないんです。だけども仮処分というのやってですね、仮処分で勝ったら本当に止まっちゃうんです。判決よりも仮処分の方が強いの、これあんまり知られてないかもしれませんけれども、だから僕ら伊方とかですね、仙台とか高浜とかみんな仮処分ガンガンやってるのは、仮処分で勝ったら本当に止まっちゃうからなんです。で、まあ、今回の場合は訴訟で勝っている。で、この状況で本当に再稼働が迫ってきたときにはですね、やっぱりもう一回認め仮処分を起こすことになると思います。というか僕は起こすべきだと思います。で、それは ODA の原告でやるとね、仮処分の場合は非常にリスクがある。リスクというのは、仮処分を申し立てた人が一旦勝ってて原発が止まっていた、しかしそれが後で取り消されたらですね、その間原発を動かせなかった損害賠償しろみたいなことですね、言われる危険性があるんですね。だからもう裸一貫になってもいいっていう人はですね、名乗り出てもらって、大体少数生で5人か10人ぐらいで仮処分やるんだけど、まあ、その時、まあ、そういう人が見つかるかどうかということもありますけどね、そういうことになると思います。島根の場合はそういう話を今も議論始めています。東海大にも間もなく始めなければいけないと思います。それで、僕はですね、まあ、ここでは島根ってなってるけど、ここもう東海大にも機会をもらってもいいんですけども、
避難計画の困難さというものを、その一旦判決で勝ってるわけですからね、ここを仮処分の、第一の柱にして頑張るべきだなと思っています。まあ、小良島の原発の PFAS というべき、僕は島に行ってですね、1日だけですけど観光してきたんですね。そしたら、ね、びっくりしたのはね、30キロ圏に10キロ圏に松江城が、30キロ圏に出雲大社があるんだね。これね、現地の人たちはもちろんそのこと知ってるんだろうけど、恐れ多いのがあんまり言わないですよね。ちょうど僕が行った日が日本中の神様がね、出雲に集まるんでね、もうものすごいたくさんの人に出迎えてきてるんだけども、日本中の神様が集まっている時に原発事故が起きたらどういう神様に守りするんだろうと思いましたけれども、上岡先生も同じこと言ってました。上岡先生もついこの間僕に講演されたんだけど、これで戦う神様を味方につけて戦うべきですよね。そうか、僕もそう思うとか言ってね、結構言ったことなんですけれども、10キロ圏で、ね、この状態とか末期以上がですね9キロ圏ぐらいだったことが分かりました。もうだから こんな、まあ、要するに別に東海第二もやっぱりこの、10キロ圏、20キロ圏、30キロ圏、100キロ圏、どんなものが全部並べ立てて、これが全部今の、対馬や飯舘村みたいになったらどうするんだろう、まあ、そういう具体的な論争を仕掛けていくっていうことが必要かなと思います。まあ、この人口やったりですね。でただですね、避難計画だけでですね、仮処分やっても僕は勝てないと思うんですよ。避難計画だけでやった時点が、女川の時に避難計画だけでやって、これはもうはっきりと負けてしまう。で、やっぱり裁判官が原発というのはですね、潜在的にどんな危険を抱えているのか、そのことを正確に理解しないとですね、やっぱり勝たせてくれないんじゃないかなと思います。だから、安全性論とはきちっとするべきだと思っていて、まあ、島根の場合は周辺の断層の問題がすごく重要なんですけどね、まあ、こういう断層がこれだけ全部別々だっていうふうに、まあ、むちゃくちゃなこと言ってるんですけれども、それについて変動地形の中田先生がこれは一括で動くんじゃないかというふうに言ってると。あと2000年以降で千賀楼を超えた時には17回も起こってる、これは樋口理論と言われるんですけれども、千賀以上でも700ガル以上だとですね、30回、なんか積水ハウスよりもうんと脆弱なんだみたいな、皆さんも聞かれたと思いますよね。まあ、島根の場合は39キロの核弾頭、わずか 2.3 キロ、まあ、これは本当にですね、絶対これ数千ガルに決まってるんです。だから、820ガルというのはおかしいって、これは僕は十分勝ち目があるなと思ってます。あと三平山というのとですね、大山というのは近くにある2つの火山で、向こうの見積もりでもですね、なんとですね、56センチ、三平山が56センチで、大山が45センチ。で、こちら側でちゃんと計算するとですね、三平山は101メートルぐらい、大山の方は3メートルぐらいまで行くっていう、皆さん3メートルの火山灰なんてね、人間が生きていかれないのね。もうあらゆる社会活動停止されるような状態になるわけで、そういうことが十分起きる。実は東海大臣もですね、赤城山かなの火山灰で50センチってなってる。これも過小評価だと思いますけれども、もう絶対に、使用済み燃料プールの冷却はできなくなってですね、ブスブス掘り出して決まってるんです。まあ、そういう論争もできるだろうというふうに思っています。ということで、私が用意してきたのは最後ですけれども、まあ、昨年から今年にかけて原告が勝利する2つの再稼働差し止め判決、どちらも違法判決の枠組みを動かしてはいないんですけれども、だけどもやっぱり原発には非常に高い安全性が求められるんだということを正確に理解した裁判所によって我々は確かに決まっているというふうに言えると思います。であとですね、裁判所がやっぱり原発止めるというのはそれなりに勇気がいりますよね。でだってそれはたくさんの人がそれを求めていく。やっぱり東海大臣の判決の中にも周辺の自治体で実際に避難計画できてないじゃないか、
周辺の実態がたくさんの反対のところに出てるじゃないか、それがすごくやっぱり支えになったんだと思うんですよね。だからその裁判所が本当に良心に従った判断ができるようにするためには、住民の声、自治体の意見、国会の動向などですね、そういうものが、あれももう回すんだけど大丈夫です、これで最後ですけど、その大きな動きに、がないとなかなか勝てないということで、おそらく、近々にですね、島根も仮処分を置きます。それからやるって言ってきたからでもね約束してきましたから。そして、東海第二も高裁も来年から始まるんですけれども、同時に会社も もう見通しで始めなければいけないような状況になるだろうというふうに思います。ということで、まず東海第二で事故が起きた時は本当に我々も被害者になりましたからね、頑張って見ていきましょう。以上でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。30分で一致し、水戸判決についても非常に分かりやすくお話をいただいたと思います。お話を冒頭、福島第一原発事故のその悲惨性、被害の甚大さをお話しくださいましたけれども、私もお話を聞きながら 3.11 あの日のことを思い出しておりました。皆様の中にもそういう思いが湧いてきたのではないかなと勝手に推測をしております。海藤先生にもう一度ですね、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。海藤先生のお話、休憩を挟みまして、午後で皆様とご一緒に避難計画の問題、もろもろ原発の問題について討論を行っていきます。皆様の中に、のお心の中に今のお話を留め置かれまして、午後の討論に生かしていただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。それでは次に、失礼しました。それでは次にですね、柳田さんの、東海第二原発首都圏連絡会の柳田誠さんから大衆運動についてという題でお話を伺っていきたいと思います。柳田さん、よろしくお願いいたします。担当者の柳田です。止めよ東海首都圏連絡会のお世話にもやってます。皆さんのお手元に手書きのあのレジュメがあります。多分いろんなレジュメの中で手書きっていうのは珍しいと思いますが、7点述べてますので20分パッと述べたいと思います。東海第二原発は老朽で、しかも11年前事故を起こした、老朽で事故を起こした危険な原発、動かすな、電気は余ってる、足りている、みんなが力を出そうと、来年秋、9月か10月に再稼働する、あと1年もないです、みんなの力でぜひ止めたい、こういうテーマです。海藤さんから福島のいくつかの例が出されましたが、来年9月以降は東京も事故がもし起きれば被爆放射能の町になってしまう。実は関西3つ原発が再稼働しましたね。45年とか43年、みんな小さいながらも事故を起こしてる、みんな起こしてるんですよ。決して人事ではありません。1年後の東海が動き出した時に、再稼働をどうしても許してしまった時に事故を起こしたら、私たちは自分の子供や仲間や子孫に対して何と言えるんだと、自分自身に問わなければいけないなと思います。7点の提供を簡単に述べています。一つは、毎月の原電本社行動をもっと迫力でもって追求しようという点です。大体いつも60〜70名、多い時は去年の3月のことは200数十名できましたが、残念ながら今のコロナ禍では7〜80名が精一杯です。
その中でもしっかりと追及しておりますが、なんと原電はですね、コロナを理由にね、署名とか我々の申し出通りに来ないんですよ。入り口のところに、ね、机を置いてたんです。机の上に置いてくれたんです。ふさげた話であります。これを署名も含めてですね、直接原電の担当ディレクターに渡したい、そしてかつ交渉したいと、こういうことをみんなの力で何とか実現させたい。3年前の時は東海村村長も一緒にやりました。あ、元の村長村上さんですね。向こうはコロナを理由に出てこない、そして机で代行させていると、これを突破したいと思います。敦賀原発、今原電が持っているのは2つしかありません。東海原発と福井県の敦賀ですね。あの敦賀原発について改造書類の認識をやったのは8箇所分かってますよね。そしたら職員が曰く、書き換えていけないと思っていなかったと、こういうことを平然と言うんですね。でその同じ職員が、同じグループが東海第二原発のいろんな書類やそのともやってるんです。あそこは1000人ぐらいの会社ですから、そんなに多くないです。当然のように3万とかね、そんな大きくない。同じ敦賀の原発の80カ所やその他、そういう悪いことをした人たち、同じ人が東海原発の書類審査も書類作成もそのままやってます。大変私は敦賀の認識や偽造を追及するなら、同じ職員がやってる東海村だってあれをやってるだろうと、きちんと調査すべきで入ってやるべきではないかと、それに思います。で私たちもこういう形で原電に対してきちんとした追及、そして交渉したいなと思ってます。それからチラシを各自50枚持ってってくださいっていうのは、私たちも今かなり頑張って宣伝してます。後ろの方にありますいろんなチラシですね、特に原告団が作られたこのチラシなんかは40万枚以上配ってますね。あの東海茨城の方で30万か40万円ぐらいで、私たちも5万枚1枚2円で10万円で買いました。もう一つのおばあさんの作られたなかなかいいチラシ、こちらもかなり枚数出てますが、私たちも1万2万と買って、こういう形で私たちのチラシはどうしても市民運動で助け合ってやってますが、そんなところですが、ぜひこの東京圏でこういうペラルギーも声と一緒に広げたいなと、そういうチラシが後ろに数千枚持っていきますので、ぜひ皆さん帰りにお待ちください。2つ目は、はがきと署名をやりきろうということです。2年前にもたくさんの署名を村上村長が一緒に渡しましたが、原電本店にね、再度渡したいと思ってます。ぜひ署名用紙、後ろの方にかなり数持ってきてますので、それでご迷惑かけます。それからこういうはがき、完成はがきね、東海原発いらない、老朽再原発動かすなと、このはがきも2つ、完成はがきで1枚63円4円か、これを2枚1組でお配りしています。すでに私たちもはがきを随分出しましたが、皆さんぜひもう一度出してください。3番目に、高裁、東京高裁ですね、東京高裁を来週口頭で保育しようという点です。主催者からもありましたが、裁判は今年の3月18日の水戸の判決、会長さんも一緒に加わられて、そして現地の弁護士さん、みんなも頑張って、地元のみんなの頑張りの力で3月18日、勝訴判決を勝ち取りました。それが今東京高裁にかかっています。東京高裁っていうのはある意味相手側の敵の権力側の意向が非常に通りやすい裁判所だと私たちは認識しています。この東京高裁が来年の春のが
判決、あるいはもうちょい伸びるかもしれませんが、3月頃が危険だと言われています。現地の原告さんからも、ぜひ東京高裁を大勢の人で取り囲んで、みんなの声が響くと、そういうためにも、この時期にはぜひ皆さん、大勢が、日比谷公園のそばの裁判所を一緒に取り囲んでほしい、こういうふうに思います。4番目、原電鶴ヶ2号を廃炉へ、直ちにせよと。原電鶴ヶ2号って案外皆さん聞きませんが、実はこれが日本原電が今持っていた2つの原発のもう一つの原発、福井県にあります。この鶴ヶ2号と東海2号が原電のもう残っている2つだけですが、実際この鶴ヶ2号はですね、その下、真下が活断層があると規制委員会でそれも認めているんです。原電は違います違いますと言ってます。それでデータを8箇所も熱を改ざんしていると、そういうことをやってるんで、さすがの原電失礼原子力規制委員会、あれだけ電力会社にすごく優しい何でも再稼働を通しちゃう、あの規制委員会はね、日本原電に対して鶴ヶの申請をもう取り下げた、取り下げるということは入るということですよね。そういうことを原子力規制委員会からすら言われてる。この数字1の資料右側、原電は申請を取り下げた方がいいと、私たちが言ってるんじゃなくて原子力規制委員長がそう言ってるんです。つまり早く廃炉しなさいと。でなかなかしないんです。で関西の皆さんも自分のところの老朽原発が忙しいんで、そっちを一生懸命やってて、まああれはもう廃炉だろうと思ってるんですが、でもまだ生き残ってるんですよ。でそれを去年の時も公認の山崎さんが鋭い指摘をされました。この集会、これを廃炉にすれば2つ持ってるの1つがダメになると、それもう最後東海だけになる、それだけ日本原電を追い詰めれる、何としても川のほんの首の皮一枚もっと薄いぐらいでつながってるこれを廃炉に持っていこう。それで今回の12月5日大阪で開かれる関西の皆さんの1500人の大集会、その翌日に鶴ヶ原発に行って廃炉にしろということを申し入れしようと、今回7、8人のメンバーで行きます。昨日も一昨日もちょっと鶴ヶの社との交渉をしましたが、最終的に本社と東京本社と話し合いましたが、最終的には私たちの申し入れを受け入れる形になりましたので、現地で福井支社を攻めようと思っています。その時には合わせて1500人の集会のところにも私たちの東京のビラを持っていって、大阪のみんなに関西のみんなにしっかり理解してもらって、それでもって攻めたいなと思います。それから規制委員会も口だけで言うだけじゃなくって、その鶴ヶ原発の偽造をやった人間と東海第二原発の書類を作った人は同じメンバーなんだから、もうちょっと東海原発もしっかり攻めなさいよと、実は同じ東海の方の審査に行ったのは更田委員長のようですけども、もう少し原電も日本規制委員会も攻めたいなと。で規制委員会も今少数ながらも毎週しっかり追及されてますから、もっと大勢で追及したいなと思います。5点目、茨城の運動と連帯支援である。茨城の皆さんの運動が一番大事です。今日も茨城から来ていただいております。水戸支社を原電が、水戸支社があります。ここでもきちんと追及行動されております。それから6子孫への働きかけ応援もしたいと思います。なかなか茨城まで行くのは難しいですけども、もう一つ東海村村議会で早期再稼働を求める請願審議が出てます。相手の戦術はね、どうも正面では突破できないんで、東海村は保守が多数だという議員がね、あそこでまず決めちゃうと、2月議会のところね。そうすると
現地の村議会が決めちゃったんだからということで、残りの5市の方もある程度鳴らして突破せると、多分原電が本部が考えた作戦ではないかと思うんですが、ですからこの東海村村議会で早期の再稼働を求める、これを何としても防がなきゃいけない。現地の皆さんも頑張ってみますが、私たち東京もできる限りの連帯と支援を行いたい。現地の皆さんの意見を聞きながらしたいな。6番目、関東各地で原電ホールの一斉行動や、これは実は千葉の江長の会の皆さんが提案されまして、この東京圏、関東は中心ですが、一斉に日を定めて原電本部を追求しよう、東海原発いらないよ。それでその9月11日に第1回目やりました。みんなが思うよりもっと広がって、9県、東京を入れると8県と東京で、まあ9、9、そこで46カ所、延べ610人ぐらいの人が参加しました。私たちの小さな市民団体を呼びかけて、よくこんなに広がってできたな。そしてそれを、なんとですね、こういうカラーのパンフでまとめられました。これは志田さんも中井さんたちの定義で作ったんですが、なかなか素晴らしい定義です。300円ですが、ぜひ皆さん帰り買っててください。この2回目をですね、この12月11日にやろう。そして3回目を来年3月、4回目を6月、5回目を9月、ちょうど再稼働を狙う、その再開の時期になります。延べ5回やろうと。1回目が40数箇所で600人なら、3回目はもう少し増える、4回目はもう少し増える、5回目はもっと増えるという形で、できればその最後の頃には100箇所、1000人以上の人たちが当然原電東海を取り囲む、そういう集会をできたら嬉しいなと思っています。12月11日は基準日は2時から3、失礼、5時と書いてある町、2時から3時ですね。これ3の間違いです。1時間ちょっとやってほしい。はい。やる場所については皆さんに受付の司会の方が、こういうビラを渡しましたね。古くて危険な東海大にいらない行動。で、その裏側に、前回の3ヶ月前の9月の時の一斉行動。報道が載ってます。現在これよりいくつか増えております。特に千葉の方でだんだん広がってきておりますので、ぜひ皆さんの力で頑張ってやりたいなと。7番目が東電を追求する行動。東電が実は2200億円以上の原電にお金を貸す、こういうことをやったら東電だって本当は潰れる心配がありますよというふうに私たちは言ってるんですが、そういう意味で東電を追求する行動を私たちが毎月テント広場と一緒になって142ぐらいの団体でやってます。人数は多い時は500、600と集まりましたが、毎月1回の行動では残念ながら70とか80ぐらいです。でもこの11月、もう98回になったんですよ。10年近く原電の東電の前でやってます。この東電を追求する活動、12月が99回、来年の1月が100回なんですね。皆さん一緒にご協力ください。それから本社、原電本社でももう少し定期的に宣伝するなり、あの地域のみんなでお店の皆さんにビラをマイクを宣伝する、そして横断マットを宣伝する、こういうこともしたいなと思っています。で、関西の方ではキャラバンという形でリレーデモでかなり大きく盛り上がっている、そういうことを何回も聞いてますので、私たちも来年力があればこういうことも一緒にやりたいな、そういうふうに思います。いずれにしても来年の9月10月に再稼働になる、
そしたら間違いなく事故を起こします。私が言ってるんじゃなくてね、実は事故を、一定の事故が起きたら経産省の届出を出すことが原発会社に義務付けられてるんです。日本原電は一番届出が多い会社なんです。だから日本原電も経産省も認める事故が一番多い原発が東海大なんです。43年オンプロ原発、この10年以上超えてません。皆さん自分の家で20年以上超えてない精密機械や自動車と乗りますか。20年以上動いてないやつですよ。20年以上で、しかもそういう危険があります。私としては何としてもこれを止めたい。そして東京圏はめちゃ人が多いです。人間が多いし、それだけ運動に立ち上がる人も多いはずなんです、人が動いてお金がある程度反対 に出していただいて、みんなの力で止めれる、市民の大衆運動で止める、そういう最初の原発に近づけたい。地方の原発はみんな過疎地で人間が非常に少ないところでしょ。30人や40人の集会やるのは大変なんですよ。5000や6000の小さい村でやるのは大東京圏じゃないですか。わずか100キロちょっとですよ、東海村まで。ぜひ東京の東京圏のみんながしっかりと体を動かして、自分の持てる範囲でお金を出して行動して、みんなの声で攻めたと。この東海原発がその止まってそのまま再稼働なしになっても困るところはないんですよ。電気も十分足りますから。そういう意味で東京圏の皆さんの力、ここがぜひ必要です。一緒に頑張ってください。よろしくお願いします。はい、柳さんどうもありがとうございます。今柳田さんの方から7点にわたって、私たちが来年の9月に燃料を装填、そして12月に再稼働を目論む東海第二原発、その運営会社日本原電に対して何をやっていかなきゃいけないのかということで具体的なお話を伺いました。まあ、最後に柳さんがおっしゃってました、私たち市民が動く、そして市民が東海第二原発を止める、そして海斗さんのお話にありましたように、これから来年の春高裁での戦いも始まってまいります。私たちも全力で裁判闘争、そして具体的な意思に市民の運動を起こしてまいりましょう。ここで柳さんのお話を最後に、前半の集会を一旦閉じさせていただいて休憩に入らせていただきたいと思います。これから